母島丸は伊豆諸島開発が運行している課客船。本項目では2016年就航の三代目を取り扱う。二代目はは島丸の後継として渡辺造船所で建造され2016年7月1日に就航した共有建造制度を利用して建造された鉄道建設運輸施設整備支援機構との共有船である。3代目をが サワラマルと同様、前線と比較して大型、高速化しており、世界遺産登録後の旅客数増加に対応すべく、旅客定員が増やされ、ハンディキャップルーム、授乳室、多目的室などが新たに設けられた。バリアフリー化充実のため、客席は一層に集約され、スロープ式タラップが導入された。また、クジラや海鳥の多い航路特性を生かすため、三列機、 ブリッジ下に元船の全周を眺望可能な回廊を設けるなど、ホエールウォッチングやバードウォッチングを考慮したスペースを拡充している。機関構成は1機1軸から2機2軸となり、航海速力の向上と操船性の向上による離着岸作業の短縮により、航海時間は10分短縮され2時間となった。 旅客の快適性に配慮して一人当たりのスペースが2.4倍に拡大され、電源コンセント、旅客用冷蔵庫、荷物置きスペースが設置されている。ありがとうございます。